ここまでは無事に着けたな。容赦しないわよ。力の差も測れなかったのね。図体は立派だけどよ、やれない相手じゃない。
もっと力が必要ね。目的地に着いたわよ。おお。なっ。敗北は遠慮しておこう。どしなさい。万物トラブルで準備完了。マジで。よし、盾も鎧も傷はないな。来たよ、頼まれてたやつか。さあ行くぞ。全乱の裁き、炎よ、巻き込め。聖なるきらめき。埋もれているのもあるが、一部は使えないこともないのか。ただズーグルを追い払わないと済めないよね。それに見合うだけの場所かと思われる。彼の島まだ減りそうにないの。目的地に着いたわよ。うん、これでどうだ。
よし。素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さ、先を急ぎましょう。そういえば俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か牙か。まるで聞いていないわね。ああ、すまない。なあ、無駄足だったのに嬉しそうね。ああ、自由ってやつが少し分かった気がした。何でもいいけど、満足したなら先を急いでもらえるかしら。無事につけたな。まだまだ知らない生き物がいるな。敵のことを書いているのか。うん、観察してみると結構面白いんだ。うん、我ながら上出来だ。キサラ、少し話をしたい。この前は昔話に付き合わせて悪かったな。いいさ、あれはあれで楽しかった。そう言ってもらえるとありがたい。兄さんのことになると
つい歯止めが効かなくなるらしくてな。その点は納得だな。けど別に気にするほどでもないさ。うん。なあアルフェン、子供の頃自分より幼い子を葬ったことはあるか？どうだったかな。キサラはあるんだな。前のスルドの時代にな。あの頃は地獄だった。私はあの時代に戻るのが怖かったのかもしれない。だから兄さんが伝えようとすることから目を背けた。実のない理想を守ろうとして一番大事なものを疑ったんだ。私にはあの人、ティオハリムを責める資格はない。ただ認めたくなくて押し付けようとしただけなんだ。キサラもティオハリムもメナンシアでのことをまるで失敗のように言うことがあるが、300年続いた支配を塗り替えようというんだ。たかが5年で答えを出そうとする方が無茶じゃないのか？そうか。メナンシア、いや、私は辛いものを見ることをやめたとき間違えたのかもしれないな。また明日な。忘れ物はないか？随分と暑いな。メナンシアとは気候が違いすぎる。ですが街を抜けてから幾分涼しくなりました。それは視線が暑かったんじゃねえか？雰囲気が変わった。油断するな。ジオーネ廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。ベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。マジックアタック！
この弾丸で愛とかせ光を立ち込むそういう連携だ私の手が引いてこんな槍をスリーブランカー逃げるなあの特性致命傷になりかねそれを防ぐのが私の役目ですどういうこと？行けるか？なんだろう、これ。
なさそうな相手だな。突進は私が止める。お願い、来たら守りも堅いな。魔法速度を減らせ。あ、頼む。マジックだ。こう飛ばれるとやりたくない。ジオ、頼めるか。そうだよ。魔法速度ひとつなげて、そっちが動くだよ。いけるぜ。気を抜くなよ。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。強そうな武具だね。攻撃あるのみ。火力、俺ら
バッチシ決まったな。これは岩が溶けるとか。気をつけたまえ。落ちたら骨も残らん。冗談でも押すような真似はするんじゃないぞ。どう？俺は子供か！やるしかない。俺踊りかよ！あっちこっちで。俺は死んでる。力が湧いてる。力が湧いてる。どこからだって。少量の連絡。気がせえ。急所力は。炎よ巻き込め。引き締めていこう。
というものは本当にあるようだな。